新型コロナの影響で停止していた国際クルーズ船の寄港が来月16日、佐世保港で3年ぶりに再開されることになりました。寄港するのはアメリカのオーシャニアクルーズが運航するノーティカで、欧米からの乗客およそ500人を乗せ、台湾から横浜に向かう途中に佐世保に寄港するということです。市では国のガイドラインに沿って防疫対策を講じたいとしています。